票をすごく集めてグランプリになったんですね、うん、それは面白いですね。極端に言うとメタバースっていうものが設定された時に、うん、新しいリアルがどういうふうに発生するかっていうこと、うん、バーチャルの中でのイメージをそのテクノロジーでマウス動かしてどうとかってことだけにしないで DAO っていうのはさディセントライズドあのマスオーガニゼーションだからさ、分散系のものじゃない、うん、中心がないっていうものであ、はい、デビッド・グレーバーであるとか、あとタッズのね、はい、まあ、そのハキム・ベイが言ってたようなことがオンライン上で、うん、あの形になってくる、それが DAO なわけじゃない。フロントラインの、ね、さっき言ってた話もまさにそうですよね。今までのアーティストと比較して評価したりとか、同時に来てるからこういう全体の傾向があります、うん、審査でいう時代はもうとっくに終わってるんですよ、うん、一つずつが離れた島みたいな感じで今年もそうだけどめっちゃ面白がって、うん、熱く語って、うん、来年もまたやりましょう。なかなかみんなやめない、うん、こんにちは、後藤茂雄です。ポストフォト現代写真アート講座のシリーズです。こんにちは、北圭樹です。今まではですね、いろんなアーティストをピックアップして話してきたんですけど、今回は日本のアワード、東京フロントライン、フォトアワードっていうものを私が主催でやってきてるんですけど、はい、その話をですね、したいなというふうに考えています、はいはい。東京フロントラインのアワードっていうのはポストフォトっていうところから考えた時に、どんなその現代性というかの写真の業界に影響を考えてきた時に、先生としてはどう思ってますか。2008年から、はい、GP ギャラリーってやってたんですけど、はいはい、コンテンポラリーアートとしての写真っていうもののステージがやってきたなと思ったんですね、うんうん、新世紀に入って杉本さんであるとか、うん、デュッセルドルフの人たちとか、うん、まあ、2000年にターナー賞をゴルフガン・ウティルマンズが取ったりするっていうことがあって、うん、これはまあ大きなシフトがあるわいと思ったんだけど、うん、はい、日本は相変わらずやっぱ写真村の写真を語るみたいな写真評論家っていう人たちがこういろいろ意見言ってて、現代美術としての写真っていう位置づけになってないと、はいはい、これはおかしいわいとギャラリーも始めたんですけど、それをもうちょっと広げたいと思って、3331アーツ千代田っていうのができたんですよ、はいはいはい、そこでもオフィス兼ギャラリーみたいなものを始めた時に、東京フロントラインっていうアートフェアをそれで2年間やったんですよ。小学校だったから例えば体育館使ったり教室とか使ったりしましてね、アートフェアをやった時に才能のインキュベーションをしなきゃいけないなと思ったんで、東京フロントラインフォトアワードっていうのをまあ始めたんですね。本間隆史君は最初から審査員やってもらってるんですけど、篠山さんなんか1回目の審査員なんですよ。2回目は南條さんがよくいたりとか、1回目の時に今までの写真とコンテンポラリーアートの、うん、としての写真の違いっていうのも曖昧なんで、まだどう違うんだよって言って審査会の時に篠山さんが言ったりするんですよ、はいはい、その時は面白かったですけど、グランプリを一人に決めかねるわけ。細倉真由美と赤石孝明と田中和人と湯浅君、4人が同時受賞っていう超曖昧な、今からすれば不甲斐ない感じもするんだけど、そこから始まったんですよ。ポストフォトっていう言い方はまだ定着してはいないと思うんですけども、写真の後っていうことですよね。1回目の写真のステージがあって、2回目がどうなるかっていうようなことをまあざっくり言うときに、最初は写真の拡張っていうふうに言ってたんですけど、2010年ぐらいからやっぱ SNS、 インスタグラムみたいなものが出てきて、今までだと写真機で撮るところが、まあ携帯撮影じゃなくて入力っていうふうに基本的に変わっていって、デジタルデータを加工するのは昔は合成って言ってたんですけど、もうそういうものでなくなって、それが社会全体を変質して、リアルとフェイクがある種ない混ぜになるような中で写真家が写真を撮らなきゃいけない、全体の状態を指してポストフォトって言ってると思うんですよ。アートとメディア、コミュニケーションも含めて全部、最初はポストフォトの部分っていうのはデジタルでイメージがどういうふうに変化するかっていうことが興味があったんですね。デジタルによるエクスペリメンタルフォトっていう感じだったんですよ。2008年の GP が始まる前、2007年に志賀理恵子さんの写真集のリリーを出す時に、ちょうどその頃にシャーロット・コットの現代写真論を翻訳して日本で出すっていうプロデュースをしたりしてる頃で、インフラを変えない限りそのポストフォトへ向かえないっていうふうにすごい思ってて、志賀さんもあの金丸理平賞とか ICP のインフィニティみたいなのを取って変わったんですよ。小山大輔君とか細倉真由美さんとか、そういう人たちを注目してそこから始めて、その後次の山として横田大輔君と出会う、はい、10年間やった後半にはまあ小林健太君が出てくるっていう、まあ三枚刃っていうふうに言ってるんですけどね、はい、うん、どまあ例えば横田君の写真なんて実験写真に見えるけれども、うん、
そういうものにやっぱ含まれているのはやっぱ社会の変容っていうものが入ってたりするわけなんですよ。そのことをすごい考えながらいろいろやる。当然ながら実験的なアドバンスなドナー人たちっていうのは古いフォトワールドには入ってないし評価されないじゃないですか。アートフェアは私はもう大変なんでやめたんですけど、2年でこういう感じだみたいなのを大体分かったんで、フォトアワーとは11回で今でもやってるんです。川島隆君とか小林健太君みたいな人もそこから現れるというような形で、発掘育成っていうのは好きなもんですから使命を感じているんで、11回目の審査会をやったんですよ。毎年いっぱい来ると思うんですけど、今年はどんな感じだったの？アワードの特徴っていうのは、一人のスターがいたらフォロワーみたいなものが出るわけですよ。必ず志賀理恵子さんが例えば出ていたら志賀ちゃんみたいなエフェクトがかかってるようなもの、横田君だったら横田っぽいものとこう出てくるんですよ。でもやっぱりそういう人たちは、まあ、こう言っちゃ悪いけどあんまり興味ないわけですよ僕としては、まあ、するなとは言わんけど、ということはそれぞれのアーティストっていうのは、社会の問題意識とか肌感で共有していることは共通している、テクノロジーの変化も共通している、はい、一つずつはやっぱりなんか孤独なやっぱ島みたいなものなんですよ、すごい独立してるから、はい、今までのアーティストと比較して評価したりとか、同時に来てるからこういう全体の傾向があります、審査でいう時代はもうとっくに終わってんですよ。一つずつが離れた島みたいな感じで、それが群島的に出てるっていうのが今の状況だと思う。これ本当ポストフォトっていう状況だと思うんですよ。モチーフもスタイルも全部違うっていうことを受け入れるっていうことだと思うんですよ。特徴があってね、フロントラインのフォトアワードって、ね、審査員が粒揃いっていうか癖者ばっかり揃ってるんですよ。これはすごい特徴で、写真っていうものの内側と外側っていうものを行き来することが重要な、アートワールドとなリアルワールドっていうものを行き来しないと意味がないわけじゃないですか、はいはい、千葉雅也さんみたいな現代思想家がいて、はい、千葉さんとか審査員始めた時は今みたいになんかベストセラー作家じゃないわけよ、内側外側の問題っていうのを深く実感してる人なんで、最初からいてもらいたいわけです、佐々木敦さんみたいな人がいると、はいはい、この人はもう写真については全然わかんないんだけど、批評と重要なのはやっぱ音楽のことがすごくよくわかる人なんですね。違う思考のモデルで写真を捉えられるようなタイプの人が入ってる、うん、大山くんとかああいう自分でパブリッシャーで世界のアートブックフェアで売ったりするような人なんかも重要だし、審査会場も今までは、まあ、例えば東京都現代美術館の会議室とか、まあ、シャビの会議室とかやってるんだけど、はい、12ブックスっていうさ、はいはい、まあ、スクワットしてるような本屋のスペースで、はい、浜中くんっていう、まあ、これも非常に知見の高い男にサポートしてもらって、そこで審査会をやるとかっていうのを、社会の中でポストフォトっていうものがどういうふうな位置にあって、うん、ある意味ではすごくマイノリティなんだけど、そういうところにこう結晶化するような場として公開審査会をやるっていうことが一つの仕掛けとしてすごく重要で、だから審査員の人たちも、あ、これはポストフォト現代写真アートの最先端なんだっていうことを濃厚に知ることができるような場を提供するから、審査員は今年もそうだけどめっちゃ面白がって熱く語って来年もまたやりましょう、なかなかみんなやめない。名和公平とかさ、めちゃ忙しくてニューヨークで個展あって行く前なのに、前日はフリーズアートフェアに行って韓国から戻って次の日に来てくれて、刺激があるんでしょうね。そう言ってた。まだ結晶化して未分化なものを目の当たりにするから、他はやっぱりアートマーケットだったりが強いわけじゃん、うん、そういうような中で生々しいさ、うん、そのアートの話っていうものに触れる機会っていうのはまあなかなかないわけじゃない。そうですね、もう意識的に作っていかないとなかなか。そうですね、まあグランプリ準グランプリ2人、審査員なんと11人もいるからさ1人のアーティストが3個も取ったりしてるっていうのは、うん、そういうことがあって、そうですね、非常にリラックスした中で、うん、ラディカルなことをみんな語り合うみたいな感じなんですよ、うん、グランプリ取った小林さんという人がいて、今年東京工芸大を卒業した人なんだけど、うん、コロナ禍においてネットで遠いところのレストラン QR コードみたいなのがあるから、うん、それで入っていくと、そのレストランの周辺を今度はその Google で調べて、うん、そのところまで行く間をスクリーンショットで作品を作っていくみたいなプロセスをやってるんですね、うん、食い物っていうモチベーションがあるんですよ、うん、それはすごいいいなと僕思うんです。単純にネットサーフィンのプロセスの風景写真を集めましたっていう単純テクノロジーなんだけど、新しいリアルっていうものを探してるんですよ、やっぱり。匂いなのか光なのか何なのか分かんないんだけど、そういう構成が非常によくできていて、表
をすごく集めてグランプリになったんですね、うん、それは面白いですね。極端に言うとメタバースっていうものが設定された時に、うん、新しいリアルがどういうふうに発生するかっていうこと、うん、バーチャルの中でのイメージをそのテクノロジーでマウス動かしてどうとかってことだけにしないで、どう現実世界に引きずり出すかって言った時にその飯みたいなものがあるってことですね。そうですね、そこに接点をちゃんと作り上げられてるっていう、うんうん、強楽なんですよ、うん、やっぱり本人が 100% そういう確信犯でそういう問題提起してることができるかどうかっていうのは、うん、ビギナーズラックかもしれないし、うん、いろんな見方をして審査しなければいけないんだけど、うん、面白いです。今年の特徴は中国の方の応募が多いんですよ、うん、写真だけじゃなくて、うん、コンテンポラリーペインティングとかもそうで、うん、コロナの間に帰れない間に成熟して作品が進化するっていうことがあるんですね、うん、風景をね、うん、撮影してモノクロに全部して、うん、そこにある漢字とかそういうものを全部剥ぎ取って、うん、ツルツルのものにしてる、うん、作品があるんですけど、うん、準グランプリの方ですけど、ニュートポグラフィーっていう文脈でやってるんで明確に、うん、中国なのか日本なのかどこなのかっていうこともわからないような風景で新たに生成するっていうことをやってる。どこでもない場所を作るんですね。パッと見すると、まあ、さっきメタバースの話をしたけど、うん、そういう感じなんです。ポリゴン的な、あの塊なんですよ。そういうものに全て写真を変換して提案したいと。他にもそういう中国の方っていうのは僕すごい面白いなと思ってるんですよ。あとは野瀬さんっていう人なんだけども、それはグラフィックデザインやってる人なんだけど、いろんなオブジェを家の中で撮影するんだけど、カラフルで自分もそれの一部なんですね。90年代リバイバル的なことがあって、スーザン・チャウン・シオロみたいな、その辺のゴミ袋とか商品の袋で服作ってるやつを自分で着せ替えでみたいにして写真撮ってるの、セルフィーで。これはね、割に世界的共通性があって、ガジェットと人間の関係みたいなものなんだけど、モジュール的に着せ替え可能になっちゃった。いろんな審査員がやっぱ同列に反応が高くて、同時代性なんだ。明らかに90年代的なものはステップアップしてその子がやってるっていう。宇津由美子のゼミ生、群島化された昇降例みたいなものからいろいろ学習しながらポストフォトの行方触っていく、触っていく。面白いのはインスタとかフェイスブックみたいな SNS とかで拡散するとさ、反応が強いんだよね。フロントラインフォトアワードを始めた時には全く手応えとして感じなかったもんだね。ずっとつつき続けてたのがだんだん波になってきて、 SNS はポストフォトっていうものの親和性も高くなってるんだと思う、うん、面白いです。今の人たちにしてみると SNS の写真が本当に写真なんですよね、きっと。だと思う。それ iPhone の、はい、14出たじゃん、ね、今までの画素数の5倍ぐらいあるわけだよ、うん、今までのカメラじゃなくても iPhone で全部行こうやっていうことを強要しようとしてるよね。世界をそれで見なさいってことですもんね。まあ、前回ちょっとティルマンズで言ったけどさ、はいはい、To look without fear の To look はそのツールで look するのかよってことだけどね。すごい時代ですね。日本橋アナーキー文化センターっていうのは、それの1回目は現代写真のアナキズムっていう、ドンピシャなオントロジカルアナーキーオンフォトっていうやつなんですよ、うんうん、ダオっていうのはさ、ディセントライズあのマスオーガニゼーションだからさ、分散系のものじゃない、うん、中心がないっていうものであ、はい、デビッド・グレーバーであるとか、あとタッズのね、はい、まあ、そのハキム・ベイが言ってたようなことがオンライン上で、うん、あの形になってくる、うん、それがダオなわけじゃない。フロントラインの、ね、さっき言ってた話もまさにそうですよね。スタイルが、うん、それ一個一個で群島的っていうの、分散系っていうことだよ ね、うん、ね、そういうものだなと思ってて、うんうん、1回目の展覧会はフロントラインの今までグランプリとか個人賞とか、はい、準グランプリ取った人たちが東京の不動産のデベロッパーの隙間で、どうせ壊すから1年間だけ使っていいよっていうところでゲリラ戦のようにそういう写真が表出するっていう、そういうものがまあできているのは一つの成果かなと思って、手を変え品を変え今後もフロントラインのそういう写真の表出噴出っていうものを仕掛けていきたいなというふうに考えておりますので、よろしくお付き合いください皆さん。